共同開発した、ヘナジェルプラスとヘナウォーターマイナスっていう商品がこちらあるんですけども、こちらです。ハイチューブ TV。 北海道だからこそ作れるようなものをちょっと作りたいなと思って、ここにも北海道マークが見えるでしょうか。北海道マークがどちらも入ってるんですけれども、北海道産をしてます。で、香りの方はこちらはハッカとか使ってますね。でこっちはラベンダーです。はい、ラベンダーと、まあ、ちょっとオレンジとか使ってますね。こっちはレモンと、ハッカとか使って、ちょっと上品な香りに作りました。あとはヘナですね、ヘナを使っております。で結構この商品化するまでは、まあ、細かいことは言えないんですけど、かなり大変だったんですね。それを踏まえてやっと商品化できました。なんで僕もすごく愛着がある商品であります。で、まずね、これじゃあどういうものなのかなっていうのが皆さん多分気になってると思うんですけども、どういう時にどういうふうに使えばいいのかっていうのは、これはですね、オーガニックのものと、化学を融合させたものです。で、オーガニック商品と化学を融合させたっていう、このヘナウォータープラスとヘナウォーターあヘナジェルプラスとヘナウォーターマイナス、これを、プラスとマイナスですから、これを2つ一緒に使うと、一番いい結果出ますね。まずじゃあこのジェルから、ヘナジェルプラスからちょっと説明したいと思います。まずこれの良さはボリュームです。絶対、ボリュームが出ます。例えば、ちょっとつむじが薄くなってきたとか、立ち上がりがちょっと少ないなとか、そういう方いらっしゃると思うんですね。特にこのつむじのあたりがボリューム出ませんよとか、そういう方の場合はこちらを使います。で、あとこの毛先の方とかのニュアンスをちょっとこう、まあ、毛先をちょっと重くしたい場合だったりとか、そういう場合もいいですし、とにかくね、重さとかボリュームを出すのはこれだと思ってください。本当にここにボリュームが出なくて困ってる方って非常に多いと思うんですけど、これがこれを使うだけで出ます。で、使い続けるとこのトリートメントっていうのは髪の毛が、だん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 扱いやすくなっていきます。そういうのも、そういう感じにちょっと作りました。で、直接こういう風にしていただいて、ドライヤーを、当てていただきます。で、パーマをかけなくても、このヘナジェルプラスを使うことでボリュームがこんなに出るんですね。簡単に、これ今濡れてる状態からやったんですけど、かなりボリュームが出ております。待ってください。毛先が軽い人とかはこのジェルをつけて乾かすと、ここにボリュームが出せます。ヘナウォーターマイナスの方は何かというと、これ熱に反応してくれます。で、どういうことかというと、このヘナウォーターマイナスの方は、これはプシューってこうスプレーで出ますから、こういう風につけていただきますね。で、コーミングしていただいて、で、こうコーミングしていただいて、まあ乾かすんですけど、どっちかというと軽い質感です。サラサラの感じというか、軽い質感で演出できます。で、これ北海道の黒松内っていう場所のお水です。で、黒松内のお水を、ちょっとこう飛ばすわけですね。熱、ドライヤーとか熱で、そうすることによってトリートメント成分っていうのは加水分解されてて、水で溶かす、水だったりアルカリでこう溶かしたりとかしてるわけですけど、例えば毎日コテ巻きますよっていう人、もう簡単に言います。毎日コテ巻く人、アイロンかけますよっていう人、こういう人はヘナウォーターマイナスがいいです。なぜかっていうと、コテで巻きながら、コテこう巻きながらですね、トリートメント成分を定着してくれるんで、髪も保護してくれますし、あとストレートアイロンでセットするよっていう方もこれをつけていただくといいです。すごく薄くて繊細な表面に膜を作ってくれて、それで保護してくれます、毛髪自体を。でやればやるほど綺麗に、なっていくんです。
ですね、こちらの方はっていうようなものをちょっと作りました。でまたまあ、これ今急いで作ってる動画ですので、まあ、今後またもう動画どんどんちょっと作っていこうかなと思ってるんで、まあ、今の段階でちょっとこう雑な動画で申し訳ないんですけど、まあ、使い方としてはそんな感じです。